まあ、こちらはですね、カシノパワーアシストウェアというものでして、一般的には外骨格の金属のフレームを使ったものが一般的なんですけれども、まあ、こちらでは布などの柔らかい素材を使ってカシノの支援をしようというパワーアシストウェアを開発しています。で、主な機構としましては、膝部と大腿の後ろ、皮膚部にこのような風船を入れまして、風船の膨張力を使って下肢を支援しようというものになっています。で、実際の機構としましては、風船を噛むことによってこのバンドが引き伸ばされて、引き伸ばされることによってここのバンドに張力が発生します。この張力によって膝の伸ばす動作を支援するというのが主な機構になります。メインのターゲットとしましては、軽度に筋力が低下した高齢者を対象とした、支援を考えています。で、実際こちらのリュックの中には実際空気を送るシステムがありまして、こちらから空気を送ることによって下肢を支援するというものになります。で、実際こちらの制御はですね、足の中敷きに接触力センサーを入れていまして、まあ、こちらの接触力を、まあ、センサーで感知することで、このセンシングを実際にここのマイコンに持ってきまして、マイコンでこのような電磁弁を切り替えることによって空気の供給排気をしているということになります。まあ、今後の応用先としましては、まあ、工場での立位の保持をした動作、もしくは座っている状態から立ち上がる動作、さらには階段の上り下りで利用できたらなと考えて研究開発を行っています。